ナンバーアンダーライン愛福井公園27分の10完全網羅。あの曲も披露。ナンバーアンダーライン愛福井公園27分の10が噛みすぎた。3分の10、4分の10公演との比較も。場の雰囲気は一段と熱気に満ちていて、観客の応援の声も勢いを増していました。10月27日の福井公演で、ナンバーアンダーライン愛が再び私たちファンに忘れられない瞬間を届けてくれました。 10月3日や4日の公演と比較すると、会場の雰囲気は一段と熱気に満ちていて、観客の応援の声も勢いを増していました。ファンが放つ歓声や応援の拍手に包まれ、ステージ上の3人はさらに輝きを放ち、エネルギッシュなパフォーマンスを披露しました。広々としたサンドーム福井のステージは、ナンバーアンダーラインアイの魅力を最大限に引き出し、観客との距離を感じさせない一体感がありました。 ステージで見せる彼らの笑顔や、ファンに向けられる温かい視線からも、心からパフォーマンスを楽しんでいる様子が伝わってきます。岸くんが手を振りながら歌う姿や、翔くんがステージでのびのびとパフォーマンスする姿を目にしたとき、観客一人一人の心に直接語りかけるような感覚がありました。特に翔くんの、透明になりたいのパフォーマンスは、現実を超越した美しさで、まるで魂が震えるかのような感動を覚えました。 この瞬間、彼の存在が非現実的なほど神秘的に感じられ、観客全員がその圧倒的な表現力に息を呑みました。ファンの一人としてその場に立ち会えたことに、深い感謝と幸せを感じ、日常の中で彼らの音楽と共に生きていることがどれほど特別なものかを再認識しました。彼らが歌う「ILY」では、ファンへの愛と感謝があふれ、観客席で涙するファンも少なくありませんでした。 車の中でこの曲を聴きながら泣いてしまうほど心が動かされ、ライブで彼らが ILI を歌っている姿を目にすることで、さらにその思いが強まりました。観客一人一人の存在を尊重し、大切にしている姿勢が彼らのパフォーマンスから感じられ、次に会う時まで精一杯生きようと思わせてくれる力強さがありました。こうしてファンに勇気や元気を与えてくれるライブがあるからこそ、 日常の困難に立ち向かい続けられるのだと実感します。夜の公演では、ステージ上での3人はまさにキラキラと輝いていました。福井の夜を締めくくるそのパフォーマンスは、3人の友情と音楽への愛が詰まったもので、観客と一緒に、最高と叫びたい気持ちでいっぱいでした。福井という地で観客と共に過ごした時間、そこに生まれた感動は、ただのエンターテインメントにとどまらず、 心に刻ままれる貴重なな思い出となりましたこのナンバーアンダーライン愛のライブツアーで一つ気づかされたのは、観客の年齢層が広いことです。3から50代が中心で、若い観客を見かけるとホッとするほど多様性に富んでいました。どの世代も彼らの音楽とメッセージに共感し、会場全体が一つの大きな家族のような雰囲気でした。また、King&Prince のライブツアーとは異なる点も感じられ、 拍手の頻度や応援の仕方など、微妙な違いが印象に残ります。それぞれのツアーには独自の特徴があり、ファンの個性やコミュニティとしての温かさが反映されていると感じました。サンドーム福井の観客席は、立ち見席でもステージが見やすい構造になっており、アリーナ席とは異なる魅力があります。遠くからでもステージの全体を見渡せることで、3人のダンスパフォーマンスを余すことなく堪能でき、 ままるるで一つのの舞台作品を鑑賞ししてているかのような気持ちにさせてくれましたアイスの美しさが際立ち、ゴーヤボン、ゼ m トのようなパワフルなナンバーとはまた違う、繊細で引き込まれるような演出が施されていました。この演出の巧みさが、福井の夜をさらに特別なものにしてくれたのです。福井での公演後、ナンバーアンダーライン愛の影響は地元にも広がり、ファンだけでなく、地元の人々との交流も生まれていました。 観光客の増加に驚く声が上がり、さらにはお店の予約を手伝ってくれる地元の方もいて、その温かさが心に染みました。ナンバーアンダーライン愛のファンが福井の魅力に触れ、おいしい食べ物や観光地を楽しむことで、地域全体が活気づいたようです。ライブ会場での思い出を、日常の生活に持ち帰り、福井の人々とのつながりを感じることができたのも、このツアーの大きな魅力の一つと言えるでしょう。 そして何より、ステージ上の彼らがファンに向けての気持ちを直接伝えてくれる時間が特別です。撮影は拡散のためではなく、辛い時や大変な時に見返して元気を出してほしいと語り、ファンを思いやる姿勢が垣間見えました。ファンとしてその思いを受け取る瞬間は、何者にも代えがたい宝物のように感じられました。翔くんからの初めてのファンサービスに心を震わせたファンも多く、 その表情や身振り一つ一つが記憶に焼き付きました。また、遠く北海道から来た観客に声をかける MC のシーンも、距離を超えたつながりを実感させてくれるものでした。岸くんのユーモラスなキャラクターや、彼の時代が到来したと感じさせる堂々たるパフォーマンスも、ライブにおける彼の成長を感じさせてくれます。ライブが終わっても、彼らが残してくれた感動が日常を彩り、 辛い時や孤独な時には彼らの声が心の支えとなってくれるのです。こうしてまた一つ、福井の公演はファンとナンバーアンダーライン愛の絆を深めるものとなり、多くの感謝と愛が交わされる場所となりました。次の兵庫での公演にも期待が高まり、今後も彼らと共に歩むことを誓いながら、それぞれの日常へと戻っていくファンたち。いつかまた同じ場所で彼らに会えることを夢見て、それぞれの生活を大切に、 精一杯生きてていいいいいこうというと思いを抱いています兵庫での次の公演が待ち遠しいファンは多く、福井での感動を胸に、また新たな物語が始まる予感に心を躍らせています。福井公演がもたらした深い感動と、ファン一人一人に刻まれた思い出は、次の公演の楽しみをより一層強くしてくれました。兵庫公演に向けて、各地から駆けつけるファンたちは、 どんな新しい体験が待っているのかと期待に胸を膨らませています。兵庫公演では、さらに彼らのパフォーマンスに磨きがかかり、ファンとアーティストの距離が一層近づくような、温かい交流の時間が訪れることが予想されます。地元兵庫で迎えられる彼らは、これまでのツアーで培った経験とファンへの思いを胸に、新しいステージでまた輝く姿を見せてくれるでしょう。さらに、 福井で触れた地域との温かな交流やサポートが、兵庫でも再現されることを期待するファンも多いでしょう。地元の人々や施設との絆が生まれ、ナンバーアンダーライン愛が地域に根ざしたアーティストとして多くの人々に愛される存在となる瞬間が、兵庫でも繰り返されることでしょう。福井公演を経て、ファンがどれほど彼らの存在に励まされ、支えられているかを実感したように、 兵庫でもまた新たな励ましや感動が生まれるに違いありません。公演を追い続けるファンも、その場所場所で異なるエネルギーを体験し、時には遠くから応援することで、ファンとしての一体感や充実感を深めています。彼らと共にあることで、ファンたちは日常の喜びや支えを乱し、日々の生活に明るさをもたらす、心の居場所として彼らの音楽や存在を愛しています。彼らの次のパフォーマンスで、 どんな新しい感動が生まれるのか、どんな瞬間が私たちの心に刻まれるのかは分かりませんが、毎回のライブでその瞬間瞬間が特別であることは間違いありません。公演を重ねるごとに、彼らの成長や新たな表現力が光り、ファンと共に歩み続ける姿は、私たちにとっても生きる希望やエネルギーとなっています。そして、兵庫でのパフォーマンスが終わった後も、また次の公演地に向けて、 ファンと共に新しい物語を紡いでいく彼らの旅は続きます。その日が来るたびに、観客席で涙を流し、笑顔で応援するファンの姿は変わりません。どんなに月日が流れても、彼らが作り出す音楽やパフォーマンスの中で過ごす時間は永遠に心に残り、彼らの存在が生きる喜びを感じさせてくれる大切な宝物となるのです。次の出会いを待ちながら、彼らと共に生きていくという喜びをかみしめ、 私たちはまた日常へと戻っていきます。